皆さん、こんにちは。シノケンの篠崎です。本動画では、日本語教育能力検定試験重要キーワードである、準体助詞、連体助詞のについて解説いたします。助詞ののはですね、文中の現れ方によって、主に準体助詞、連体助詞、各助詞の3つのタイプがあります。これほど様々な用法を持つ助詞というのは、のだけと言ってもいいでしょう。しかも助詞のは日本語学習の極めて初期、つまり入門期に学習する項目ですので、中にはあれ前にも見たなとですね、戸惑う学習者もいます。また特に中国語母語話者にとって助詞のの連体助詞の用法は誤用が出やすい項目でもあります。したがって日本語教育能力検定試験においてもよく出題される助詞なんですね。私自身、現在大学教授として留学生に指導をしていますが、中国語を母語とする初中級レベルの学習者に、例えば作文などをさせると、かなり高い確率で連体助詞の誤用が見られます。その都度指導するわけですが、母語の影響が強いからかですね、一時的に正しくは使えても、しばらくするとまた元に戻ってしまうことが多いですね。指導にブレを生じさせないためにも、助詞のに関する知識はしっかり持っておきたいものです。助詞のについて理解を深めたい、そして検定試験で失敗したくないという方は、ぜひ最後までご覧ください。本動画の具体的な内容としてはこのようになります。今回は非常に短いですね。助詞のの種類と用法ということで、連体助詞と準体助詞について解説いたします。また、よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。それでは本題に行きましょう。はい、通信講座、シノケンの日本語教育能力検定試験対策の、17番ですね。助詞各論の中からの解説となります。準体助詞、連体助詞ののですね。今回はですね、このスライド1枚ということになります。大変短いですね。助詞のの種類と用法ということで、助詞のにはですね、名詞によって名詞を修飾する際に間に入る連体助詞としての機能、主語のがと同等の働きをする、各助詞としての機能、さらにのだといった形で、名詞の代わりとして働く準体助詞としての機能があります。ということなんですね。例をご覧ください。111番ですね。私の本ですね。こういったその名詞と名詞の間に入って、その両名詞をこうつなげるような助詞。これを、こういう用法ですね。連体助詞というわけなんですね。はい。よく検定試験の勉強をなさる方はですね、その文法のですね、専門用語がなかなか難しくて覚えにくいという方が時々いらっしゃいますが、そういう場合はですね、その、専門用語の、この場合だったら助詞ですけども、その助詞のですね、どうしてこういう名前だったのかというのをですね、一度考えていただくと、実は非常にわかりやすいんですね。例えば、この連体助詞の場合は、連というのは連なるですから、この私、本のように、連な、これ、私とか本とか対名詞ですか、体言ですね。体言をですね、くっつけて、体言を、動詞をですね、連ねる助詞というふうに考えていただけると、なるほど、こういう用法は連体助詞なんだな、にわかると。理解していただけるんじゃないかと思うんですね。こうやって一回理解して、こういった例文も含めて一回理解していただくとですね、あともう忘れにくいですね。はい。このように、ちょっと覚えにくい、専門用語、キーワードがあったら、どうしてそういう名前になってるのかな、名称になってるのかな、というのを一回考えていただくとですね、その専門用語なり、その現象、その専門用語が表す現象のですね、理解、深まって覚えやすくなると思いますので、ぜひやっていただきたいと思いますね。はい。これが連体助詞。で、次がですね、112番ですね。彼女の大好きなブランドですね。こういう使い方もあるわけなんですね。で、これは、ここにイコールがと書いてますけども、各助詞のがに置き換えることができるわけですね。
つまり彼女が大好きなブランドとですね。つまりこののは何かというと、このまあ主語といいますか、主格ですね。格助詞の主格を表すがと同じ働きをしているということなんですね。はい。これが先ほど言いました、その主格の側と同等の働きをする格助詞としての機能ということなんですね。でこういった脳がですね、この側と、まあ、変換できる、まあ、交代できる、こういった現象のことをですね、側の可変とか、側の交代というふうに言います。これもですね、非常に大事な専門用語ですね、覚えてみましょう。側の可変、側の交代ですね。次言いましょうか。113番ですね。その本は私のですと。これは何かと言いますと、まあ、これは先ほどのですね、111番の私の本のようにですね、体言と体言、名詞と名詞を連ねているわけではないですね。これは何かと言いますと、その本を私のですというのは、その本は私のものですとか、あるいはその本は私の本ですとかっていうふうに、この脳の後ろに、ものとか本とかっていうのがあってですね、でそれを、そういった、まあ、これも体言、名詞体言ですよね。で、これを、まあ、含んだ形といいますか、それの、まあ、それの、そういった名詞に準じした、用法ということになるわけですね。はい。したがって、こういった私のですのような、のの用法のことを、準体助詞というわけです。つまり、体言に準じた働きを持つ助詞ということなんですね。これも覚えておきましょう。ね、こういうのもですね、ただただ、準体助詞というふうに、これだけでですね、機械的に覚えようとすると、意味もよくわかりませんし、まあ、すぐ忘れやすいんですけども、まあ、すぐ忘れてしまうわけですけども、でも、その、名称のですね、まあ、由来といいますか、その、この名前の理由をですね、ちょっと考えてみて、で、理解、覚えると、まあ、理解しやすいし、忘れにくいので、そういうのをぜひやっていただきたいと思いますね。じゃあ次行きましょうか。特に連体助詞としてののは114のように多くの用法がありますということですね。114をご覧ください。所有、所属ですね。という用法。例えば、私の本ですね。はい。これは私が持っている本と同じ意味ですから、まさに所有、所属ということですね。2番目、内容説明。例えば、歴史の本、ね。これは歴史について書いた本という、ことですので、その本の内容を説明した、そういう用語ということですね。それから次ですね、一基準、彼の右ですね。はい、これも、彼というのがですね、一のまあ基準になって、そこを基準にして、その右側だよという、そういう用法ですね。次、作成者、ゴッホの絵ですね。うん、これは最初に、言いました、所有所属とはまた違ってですね、これはゴッホが持っている絵というわけではなくて、ゴッホが描いた絵という意味です。うん、ですので、これは作成者となるわけですね。それも、この、のでもって、示すことができるわけなんですね。で次、同格というのがあります。同格というのは何かというと、まあ、簡単に言うと、イコールと思っていただければいいかと思います。例えば、社長の鈴木さんですね。これは鈴木さんイコール社長ですね。同じという意味ですから、こういうのを同格というわけですね。そして最後ですね、手術関係、まあ、主語、術語の関係というのもあります。例えば、客の到来ですね。これは、まあ、言い換えれば、客が到来した、あるいは客が到来すると同じになります。それをですね、まあ、のという助詞で、まあ、示しているわけなんですね。このように、この連体助詞ののというのはですね、ここに挙げただけでも6つの用法が、まあ、あるというわけなんですね。もちろん、これは研究者によって多少数が変わったり、こういったラベリングの名称が変わったり、ラベルの名称が変わったりすることは、まあ、あるかもしれませんけども、まあ、おおむねこれぐらいの用法があるわけですね。そうすると、例えば、最初に申し上げました、中国語母語話者ですね、間違いやすいというのはですね、一つは、中国語の中にですね、日本語ののに、まあ、かなり近い助詞として、敵っていうのがですね、漢字の敵っていうのが。うん、で、その敵の中国語の用法と、
日本語の野の用法にですね、まあ、若干、まあ、違いがあるわけなんですね。で違いがあるというところで学習者はうっかり、まあ、誤用を犯してしまうということになるわけなんですね。なので、我々日本語、我々教師はですね、こういった野の用法をですね、きっちりこう項目立てて、頭の中で整理しておいて、で、授業の中でですね、必要に応じて、この能の意味は、こういう意味なんだよ、作詞なんだよ、とか、どこなんだよ、っていうふうに教えてあげると、学習者の中頭の中で少しずつ整理されていくということになるわけです。はい、今回ですね、助詞のの種類と用法、まあ、順体助詞、連体助詞ののということで、ですね、助詞のの種類と用法ということで、連体助詞、順体助詞を中心に、解説いたしました。いかがでしたでしょうか。はい、首都圏では今回のような講義書を使って検定試験対策の通信講座をご提供しています。首都圏の通信講座で勉強をしたいという方は下の概要欄に案内をつけておきますのでご検討ください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ご意見ご感想は下の概要欄にお願いいたします。すべて返信させていただきます。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。日本語教育能力検定試験合格に向けてしっかり頑張りましょう。